観客の前で 120mm 戦車砲の射撃を行う重式戦車富士総合火力演習は陸上自衛隊の演習の一つ。静岡県御殿場市の東富士演習場畑岡地区で実施される。略して総会演とも呼ばれる。防衛省による英語訳は富士ファイアパワーレビュー、陸上自衛隊では富士ファイアパワーエクササイズと表記している。また、 富士ファイアパワーデモンストレーションと呼ばれることもある。陸上自衛隊富士学校の学生に火力戦闘の様相を認識させる目的で1961年から開始された。1966年以降は自衛隊に対する国民の理解を深める目的で一般公開を行っている。当初は総合展示演習という名称だったが、1972年に 総合火力演習と解消され現在に至っている。隊員の育成や部隊戦技の向上、日本国民への広報を目的に行われるが、諸外国に対して軍事プレゼンスを誇示する G 活動としての側面もあり、在日米軍や周辺各国の駐在部官等も招待され、国外向けに英語の解説記事も公開されている。会場の準備作業を行う。 陸自隊員訓練そのものは7月から準備を始めて、8月にほぼ1ヶ月かけて行われている。その後、展示演習が8月下旬、内視月上旬頃に数度を行われる。富士学校主催の一般非公開の演習と、陸上幕僚幹部主催の一般公開の演習があるが、本来の目的は前者であるので、公開演習は、 陸上自衛隊の広報活動の一環といえる。なお、学校予行、教育演習日などの夜には、夜間演習も行われる。公開演習には、防衛大臣が臨席することもある。また、在日米軍関係者や、外国の駐在部官といった、軍関係者のほか、自衛隊員の家族も招待されている。平成15年度においては、ツンクや長島修行など、軍や、 国賓以外で名声のある人が招待されている。滅多に目にすることができない実弾射撃などを目の前で見られることで人気があり、平成26年度の来場者数は約2万9000人である。YouTube をはじめとする動画投稿サイトや衛星放送を介した生中継も行われている。2020年度は5月24日へ繰り上げ実施された。ただし、 新型コロナウイルス感染症の流行を鑑み、一般公開は中止して、インターネット配信のみ実施、観覧は静岡県の部隊、学校等に限定、参加部隊も富士共同団以外では、第一施設団の10名のみ、という異例の措置が取られた。演習開催会場である東富士、演習場畑岡地区から見た、富士山。このように快晴なのは稀である。 観客の安全で射撃が行われる各種ヘリの射撃も展示される99式時速 155mm 榴弾砲中距離多目的誘導弾 UH-60JA による先見正体の効果とそれを援護する R-64D フィナーレにおける円幕の一斉展開戦闘車両や火砲などによる実弾射撃や航空自衛隊戦闘機による対地爆撃 輸送機からの空挺降下やヘリコプターからのヘリボーンなどが実演される。前述のように広報と G の目的もあるため多少、ショーアップされた演目もある。射撃は観覧席前の演習展示地域から北西方向に設定された複数の目標地域に向けて行われ、一部装備については安全上の理由等により、遠隔地から発射を行う。 車載基準や小銃等の、はい、鞘口には、通常の射撃訓練と、同じく薬莢受けが取り付けられる。会場では実演できない演目や射撃等については、大型スクリーンで代わりの映像を放映する。観覧席から、主な目標地域までの距離はおよそ600メートルから3000メートルとされる。演習は、陸上自衛隊の主要装備品を順次紹介する。全段演習。 目標地域を敵部隊の防御陣地と想定して、諸職種協同での戦闘様相を展示する、公団演習の二部構成で実施される。全体の構成は、例年ほぼ共通であるが、新規装備の配備や防衛計画の対抗の改定などに伴って随時、見直されている。公団演習の開始時には、状況開始、終了時には、状況終わりの号令がかかる。 講団演習は主に富士共同団が総合戦闘力を最大限に発揮して進行する敵部隊を攻撃する内容であるが平成24年度からは陸海空山自衛隊の統合による作戦で島し部を防衛するシナリオに基づいて実施されている。2013年12月17日に閣議決定された。 平成26年度以降にかかる防衛計画の対抗についてにおいて当初への進行があった場合にはこれを脱回すると明記された。これに基づき水陸機動団の新編など本格的な水陸両用作戦能力が新たに整備されることなどを踏まえ平成26年度以降は当初部を防衛し脱回するシナリオで実施された。実施時間は概おおね午前10時から正午まで。 演習前後及び休憩時間には音楽隊による演奏が行われる。終了後は演習展示地域にて装備品展示を行う。なお、平成26年度、平成28年度では上陸集定の排除の前に以下の展示を実施していたが、スライド表示、ナレーションのみの紹介もしくは省略で実施されていない。夜間演習は一般非公開で実施されているが、後日の チケットを譲ってもらうことで、一般人でも見学が可能な場合がある。夜間演習三部構成であり、第一部は暗視装置を使用した射撃。第二部は各種戦場照明及び照明下の射撃。第三部は夜間における防御戦闘となっている。訓練では見やすいように栄光弾を使用している。以下は2017年度の実施要項である。なお、この年、 重式戦車、01式形態戦車誘導弾が夜間演習に初参加している。夜間演習一般公開の演習を観覧するためには、1ヶ月間の募集期間のうちに防衛省陸上、自衛隊の総合火力演習観覧応募ページから応募し、当選する必要がある。以前は往復はがきでの応募があったが、平成28年度を最後に廃止されている。一般、 青少年、一般駐車券付き券が用意されているが、毎年高い倍率のため当選するのは難しい。この他に雑誌やウェブサイトの抽選プレゼント用として、少数配布されることもある。なお、一般非公開の演習の入場券は自衛官や一部報道にしか配布されないため、一般人が観覧するためには、関係者に譲ってもらうしかない。なお、当日は、 一般の来場者向けに出店が並ぶため、店のアルバイトをすることで見学するという手段もある。一般公募抽選会は防衛省内の会議室で行われ、陸幕管理部長、陸幕広報室長ら高級幹部も出席し、刑務隊員立ち会いの元厳重に行われる。抽選は9時の形で行われる。当選した人には陸上幕僚幹部より当選はがきが送られる。 陸上自衛隊が YouTube に開設した広報チャンネルではダイジェストも含め平成21年度富士総合火力演習以降のビデオが公開されており平成26年度富士総合火力演習のビデオは英語版も作成された2010年8月29日に実施された平成22年度富士総合火力演習から陸上自衛隊による生中継映像の 公式ライブ配信がユーストリームを通じて毎年行われている。平成23年度富士総合火力演習からは、2番後もニコニコ生放送の公式番組として同じ映像を放送し、平成25年度以降はニコニコ生放送の陸上自衛隊広報チャンネルで放送されている。平成25年度以降は光 TV でも、 ライブ配信とアーカイブの VOD 配信を行っている。平成26年度以降はスカバーで生中継されている。平成27年度はスカバーが映像提供してい、ジョイの映画館でライブビューイングが実施された。安全に配慮されているとは家え距離が近いため、事故による破片が観覧席まで飛散することがある。 2015年8月22日午前11時ごろ、平成27年度富士総合火力演習の前段演習において、砲弾の付属部品の金属性破片が、当たり見学者の男性2名が足に軽傷を負う事故が発生した。2015年9月25日、陸上自衛隊富士学校は、事故の原因について、過去の演習で使用された砲弾の付属部品の破片が、 演習前に行われた演習場整備の際に離れた場所から戦車が通る軌道路に紛れ込みスラローム走行中の重式戦車の離体が強く跳ね上げ約50メートル先の観覧席に飛散させたとの推定を発表した事故当時は重式戦車が発射した直後の砲弾の付属部品の破片が戦車後方の観覧席に飛んだと見られていたが破片が 後方に飛ぶ要因は見つからなかった。今後は訓練開始前に、軌道路の清掃を確実に実施するなど、安全対策を徹底するとしている。2017年8月24日には、富士学校による昼間の学校予行の後、見学者の高齢男性が一時行方不明となった。日没までに発見できなかったため、安全のため夜間演習の学校予行が中止となった。 なおこの男性は後に一人で帰宅していたことが判明した。また別な例として、迫撃砲の不発射が観客の目の前で発生したことがあり、対策として至近距離での実射をやめて安全のために一定の距離を取ることとなった。ありがとうございます。